80。ブラッドスタイル。やったぜー。おっ、面白だ。案外津田君ミノとかこんだけ上ずってたらルドラバルナでかいの積んだったらルドラバルナありかもしんない。お、やってるやってる。そんな沈める必要ないような気がする。ビッグバンディットありかもよ。釣れる釣れる。魚はいるみたいだけどビッグトップでやりきった方がいいのかな。どうかな、わかんねえ。おお。太陽陰ってていいんですけど。うわあ。シーバスだな。持ってくれない。お、出た。誤爆。トップありだね。初めてジョバーってやったそばに入れて反応した。あれはもう絶対釣れないもんだと思ってたのに。出る時もあるんだ。出たよね、さっきねみたいな。いや出ましたよみたいな。おっしゃ、乗れ乗れ乗れ、乗ってくれ、頼む頼む。いい感じだったな津田君の。いや、ビッ込みそうです。いや序盤ないかこれ。どうだ、この前それで綺麗だからなあ。取れた取れた。いやいやします。あ、いやバレたバレた。泳がしてたらゴンゴンって食った。おーレンチャ津田くん、球を俺の足元に1個置いといてもらっていい？ビッグベイトだと食う。ことが発見されました。それは治ってんのかな。レンチャンで食ったの。いやチャートじゃなく透明。うわー超元気。全然寄ってこない。ちょっといいかな。シーバス風だったんだけどな。あーペラは勘弁して。ペラは勘弁。夏の引きだよなこれ。夏の引きなんですけど。いやーでもなんか口の皮一のとこにかかってたな。やべえ。なんでこんなすごい元気。ブラッドスタイル入れがかりだね。お、でかいじゃん。ありがとう。いやー昼間ビッグベイトでこんなのが釣れちゃういいシーズンですね。ブラッドスタイルにリップをつけたチューニング。リップつけでテールは通常のテールかなこれね。ちょっとねトップウォーターでずーっとやってたけど全くね出ないからリップをつけて少しね潜らせるようにしたところゴンブトが反応してくれました。いやー全然上がってこないなと思ったらもう筋肉質なね、もう秋なんだけど夏続きっていう感じの。いやーでっかいよこれ。長い。ざっくり長さを。80あった。いやーブラッドスタイル様々だな。この時期だからねトップで釣りたいなっていう欲望はあるんだけど久しぶりに投げたらそこの80ランカーだね。ブラッドスタイルすげえ。あんまり投げてる人がいないからね結構80。ブフラットスタイルやったぜ。ランカーシーズン突入ですよ。あ、そんでタックルはこれね、自分で作ったビッグベイトロッド、結構ブラックバスから何でも使ってるんだけどね、活躍してくれました。に SLX DC の組み合わせでフラットスタイル持ってない人はチャレンジしてみてください。もう81匹でもうここ数日の疲れが吹っ飛んだわ。